プライトンコロイル買い取れたらでかいにしても4000万ユーロとかえ4000万ユーロで買い取れんのなら絶対買いでしょ8000以上すると思うよコロイル普通にあれしたらプライトンにとっては高いってことかもしれないけど絶対突っ込んだ方がいいっすねだってコロミール置いといたら8000にはなるからね4000でも今日開いたってことだね4000出せたら買えるっていうことじゃなくてねいや普通に考えたらチェルシー絶対言っちゃだめですよ ただ今のチェルシーだと、れレるんか会があるから。で、カイセトのね、取り切りんぬんでね。いや、これいるわ、本当あと、シティがね、コバチッチとグバルディオルね。そこね、クロアチアでダブルで取ってくるっていうのは、ちょっと賢いですよね。チームに馴染みやすいから。それすごいあるんだよな。よく、シュアボでもありますよ。なんかこう、知り合いがいるとなんかこう、あのー、馴染みやすいところがあって、みたいなのは。見てて思います。 それこそさっきモンチの話でしてたけど、セビージャではね、選手馴染ませ係みたいな役職があるんだよね。名前忘れたけど。ロッカールームで選手が孤立しないようにみたいな。それなんか、アネルカがレアル・マドリードで孤立した時に、その時にね、なんかそれ見てたんだ。そこのスタッフにいたのか、モンチもともとなんか、ね、キーパーで結構のチームいたよね。なんかそういうので、それが必要だと思ったみたいな話。昔モンチの本買ってみたんで、読んだんだよね。